そして。なんかねえ、オメガモン。この中に味方してくれそうなロイヤルナイツって、本当にいない？ああ、奴ら。そっか。でもでも、お台場に届く。もしかすると、ロ。え？そうなの？どうして？姉さんの端末を追跡したら、お台場、それが、ロードナイトモンのもの。いや、ロードナイトモンである可能性は、暴走状態にあるエグザモンは。だとすると、エグザモンは、我らが何としても、ロ。では今こそ、そのようだな。私が今日、そんじゃ決まり！みんな揃って。え、あの、そうだね。なるほど。各自。君たちがな、私は事務所からサポートする。よーし、さ、はい、その前に、は、嘘。リュウ君が彼を追っている。人間を理解しようと言っていた。リュウ君も彼の身に、よほど。タクモー、あのダメだい。うん、殴ろう。あ、オメガモモだよ。ノキアが望むとあらば、だがここはまず。っていうか、オメガモン。ああ、承知。人間をより深く知るため、いつか無理を言ってすまなかった。うん、いいの。ノキア。まあね。
ほど。あなたの本、そういえば貴様にこのロイヤルナイツにおいては輝ける希望のバラをいた、これこそがイーターを操って神城に潜り込み杖道さんの研究しかしまさか杖道がその力で罪がないとは少しお前の父親が作ったエデン、そして悪魔、エーデンの創始者。いや、許せない。エグザモン、貴様も許せ、喜べ。貴様らに止められるか。まずい。なんとか。今こそ。みんなの力、我が盟友の声、守りたい思いが、ディナもこっちの世界を気に、これだけの力が集まれば、あの少年を見ていないか、そうか、奴は私の次は確実に仕留めねばと。しかし今全力で参りましょう。僕も行く。このまま逃がす。ここは彼らには。今は体勢を立て直さなければ。そうかい。危ない。ディアクモン。遅えんだよ。すま。Ah!
力が何なの？ねえ、何なのよ！ちょっと誰か何か言ってよ！ロードナイトモンを取り逃がし、エグ、そして盟友作戦は一度事務所へ戻って体制を立て直します。皆さん、エグザモンとの戦いで。やはりごめんなさい。いや、過去を悔やんでもしく、それにまだエグザモンの動きを分析、エグザモンの持つ桁違いのデータ、とんでもなく燃費が悪いということですね。そのようだな。そしてデジタルラインを経由して、デジタルラインを、デジタルウェーブを供給しつつであれば、デジタルロードナイトモンの制御核、迅速かつ褒めても、うわっ、 いえ、決して、残念ないわ。それじゃあ私、エグザモン戦で消耗したオメ、その剣幕では止めても、ユーゴとして活動して、今後の作戦においても、お、だが、ことここに至って、単独、はい、よろしい。目指す交流点は、空トラップなどの厳重な警戒。では、よろしくお願いします。怒りというより、ロードナイトモンが父親の仇と判明したあの状態では、うん、な、どれ、あれを、リラックス効果のあるハーブ、そのハーブティーでコーヒー、いずれもストレ、私はスト、それじゃあバイト。さあ完成。